さよならモナムール聴いてください。いいなと思って、いや、いいですよ。ああ、いいでしょ。
歌詞みたいじゃないですか。歌詞歌詞みたい。メイカちゃんと歌詞みたい。歌詞みたいに見えますよ。初めて言ったんですよ。いやいやいや、そうですか。認めた。え、これ何ダイヤ？これは、僕の大好きな人のプレゼント。ああそう。本当に。別に疑ってないですよ。本当は。そう。まあそう。なんかいいですよ。なかなか。キラって光ってんの。はい。光ってた。まあできるだけの視線を下の方にっていう意味合いだろうと思いますけどね。いや皆さんからいい、すごいですよ。若い人がすごい。噂だけわけじゃないっていうのが。三重県からなんかあっちこっちから。いや聞いてみましょうか、はい、北海道からいらっしゃる方北海道5人くらいいるんで。北海道5人くらいいるんで。あそう、ま、このために来たんだよ北海道から。そうですよ。あそうだ。横浜、三重県から四国恐れ入りますが、県なら県ではっきりしていただきますが、その何県って四国に何県があるのかわかんないんだよ。四国は和歌山県だろ。あのな恐ろしいわ。なんだろうな。徳島、高知、香川、愛媛。愛媛いらっしゃいますか。香川、香川。誰も拍手なさりません。いや拍手の見ててあげてるの見えないんだけど、このライトあ、そうですか。沖縄からいらっしゃる。本当にでもありがたいですよね。今回ね、このチャリティーコンサートを、ね、こうやるからって言ったんですよ、で、そしたらいきなり、お前また何かやるのかって、お前またやるのかって。あ、今年あの誕生日のあれはやらないそうです。はい、6月4日やりません。6月7日だよ。あ、そうだ、そうだ。あれは虫歯だったんだね。6月7日やらないそうです。ありがたいです。でもどこで何かやるの。もういいよ、そのうちハガキがいる。その時やっていい。まあ、でも本当に今日はたくさん来ていただいて、思いが通じて嬉しいですね。ありがたいです。本当に、ありがとうございます。あと今回はね、はい、本当にさっきも挨拶で言ったけど、はい、いけないけれども、うん、ね、てんちゃん、チャリティーだから、うん、ね、買わさせてもらうよって人がかなりいるんですね。他の方は無理やり置いてったって言いますしね。ね、どうかまあ。で、いや、それずっとチケット売ったんだけど、うん、今度また欲しい欲しい欲しいって人が多いもんだから、はい、いっぺん渡したチケット、はい、回収しに行って金振り込んだかったら振り込んだって言ったら、じゃあチケット返せよ。すごいね、今日ね、立ってご覧になったようなのがあるんですよ、今日ね、前石室市長さんで、岩倉市長、あー、石室市長、それ現、片岡市長さん岩倉の、チャリ2代続いた市長さんで、松原隆夫、北哲郎、もうそう顔見たいわけじゃないけど、まあチャリティーだから行こうかって来てくれて、あのさん、それ言いますと、今日ね、今名前は宮地さんが出てないんですよ。いや、じゃあ宮地さんのこと顔見たくないなんて言えないから。宮地さんから松原隆夫、北哲郎と顔見たくないけども、宮地さんを見に来た。そういうことです。それ付け加えてくれないと。あ、そうか、それなかなか微妙なところだから。そういうことですよね。ああそうですかね。でも前市長と現市長がいらっしゃる、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、そうですか、いつも何かあるかみんな、はい、ね、岩倉は結束力がありますね。そうそうそう、バッチリです。そういうのバッチリです。そうです、はいはい、さあ、それじゃあ次のステージに変えることで、え、もう終わるの。あ、え、さっき歌手みたいって言った、みたいって言っただけです。歌手だとは言ってないんですよ。歌うの、歌うの、一曲で、まず一曲。ちょっと待って、あんただけまずかね。まず松原さんもちょっと歌っちゃう、歌うのこれ一曲だけ。松原さんは司会者、俺は歌手。いいな、いいな、司会者は一曲でいい。じゃあ司会しよう。はい、それじゃあ、どちらのアマチュアの方でしたっけ。どちらで普段ライブをなさってらっしゃる。そんなんないよ。岩倉市役所でやってらっしゃるんですから。ほとんどね、カントリーとかさ。あ、カントリーってあのスナックね。カントリー知ってる知ってる。カントリーブーランとかさ。ああ、そう、地球クラブとかそういうライブハウスもある。そこの歌手っての珍しいですよ。普段歌えば金もらえるのは歌手なんですよ。自分で払って歌うんですから。ご覧ください、ご覧ください。じゃあ行きましょう、行きましょう、行きましょう、オリジナルナンバーから。